近藤哲次近藤哲次7月29日から1951年7月26日は、大正、昭和期の実業家、政治家、電気化学工業社長、貴族院直線議員、東京府本郷家本郷由美町二丁目21で、官僚、近藤陳さんの次男として生まれる。12歳で父を亡くし母の手で養育された。 1904年台湾協会学校を卒業。1905年2月、三井物産に入社し、台北支店に配属され、支店長の藤原銀次郎と出会う。その後、本店営業部受け渡し主任に転じたが、上司との関係などにより、1916年2月に退社し、名称者常務取締役に就任し、また、土料工期販売の藤沢商会を設立して、 店主となった。1920年4月、藤原銀次郎が関係して設立された、我が水力電機の専務取締役に転じた。1924年2月、我が水力電機が電気化学工業と合併し、電気化学工業の営業部長に就任し、石灰窒素の宣伝普及に尽力した。その後、同社取締役、常務取締役、 専務取締役を歴任し、1939年12月、取締役社長に就任し死去するまで在任した。その他、黒部川電力取締役社長、台湾電化取締役社長、北海電化工業取締役社長、東洋高圧監査役、新越化学工業取締役、東北電気製鉄取締役社長、石灰窒素組合理事長、 石灰窒素普及会会長、東京商工会議所副会長、経済団体連合会常任理事、日本産業協会幹事、日本科学工業協会常務理理事、日本関税協会副会長、同東京支部長なども務めた。1946年12月12日、貴族院直選議員に任じられ、 同和会に属して活動し1947年5月2日の貴族院廃止まで在任した。ありがとうございます。